ップを聞いてる感じで聞ける。もう本当に日本人で日本語なんだけど、そういう感じ。イーゴ君、これあれなの、ある日突然自分さんから声がかかったみたいな感じなの？そうっす、 DM で、ツイッターの DM で連絡来て、ちょっと話そう。どう本物みたいな。いや、あれみたいな。で、その前もなかったんだ。何度か、まあ、会ってはいたんだけどね、一番初めサイモンに紹介されて、いや、すげえかっこいいラッパーいるんですよ、つって紹介されてからなんだけど、まあ、ツイッターとかでね、からなんだけどね、魂ね。頭はちょっと一回真っ白になりましたね。事務所出て、まあ、速攻近くのコンビニでもうビールちょっと落ち着こうみたいな。そうですね。でもまあやろうと。はい、そうですね。なるほど。あ、ちなみに今サイモンって名前出たからだけど、イーゴ君といえばこの番組ね、はい、リスナーそんなにヒップホップ、ヘッズとかばっかりじゃないからさ、どっちかというと映画ヘッズとかが、ね、もちろん多いわけなんだけど、にはこうなんていうかな、今タイムリーな話題として、はい、そのシオン監督の東京トライブ、はい、そうですね、はい、で、ラップ指導を、ね、やってるね、そのサイモン君と一緒に。そうだね、はいはい、本人も出演もしてるし、どうでしたラップ指導？そうですね、自分は染谷翔太の MC ショーを、全部やらせてもらったんですけど、まあ、教える立場だったんですけど、教わることの方が多かったなみたいな。その役者の本当プロ意識だったりとか、もうど素人なはずなのに、もう短期間であそこまで持っていくかみたいな、これね、東京トライブに関してはね、はい、ちょっとの作品全体の評価はね、これ、映画評コーナーもあるから、はい、あえてそこは伏せときますよ、はい、僕も見てるけど、まあ、そのどういうか伏せとくけど、でもそのまず染谷君のラップいきなり最初に出てくるじゃない、受けてんだけどっていう、普通にかっこいいんだろうって、嬉しいですね。だからイーゴ君が聞いて、ああっていう思いました。そうですね、まあ、かなりこっちも難しいラップを提示して、そう、今普通に今っぽいフローのラップだから、そうなんです、分かりやすくさ、それこそ俺ら世代とかも分かりやすく整理されたラップじゃないじゃん、はいはい、だからおなん乗れてんじゃん全然、たたずまいもいいしみたいな。佇まい もう全部教えました。あ、そうなんだ、佇まい、ラッパーっぽい佇まい。で、そのもう会った初日に、その普通にラップできるようになってもらいたいんじゃなくて、もう世界の誰が聞いてもかっこいいようなものをやってもらわないと困るみたいなことを言って、プレッシャー。ハードル高っ。でもこれ、この映画の肝だと思うしさ、そこダサかったらもう、要するに一瞬目でアウトじゃん。そうっすね。そうそう、だからそれ、まあそうなんだよね。で、実際そのまあ海外の映画祭とかも決まってたんで、最初から。もうそこで。そこで自分が指導したのがね、ワックだって言われたらちょっとね、それはもう困るぜっていう感じでプレッシャーかけて、でも本人は結構ヒップホップ好きで、ね、細目谷くんはあのパンピーとか、シックチームとか好きだった、おとぎ話とかと仲いいって聞くもんね。あ、そうです、だからまあ世代的にもそこは自然にできたりするんだろうけど、にしてもにしてもすごいです、いやいや、でもそのやっぱイーゴ君の教え方とやっぱ基本のやっぱ骨格がちゃんとしてるのがあると思うけどね、それね、あのね、それこそね、うちのレーベルにね、高校生ラップ選手権のね、あの覇者の T パブロっていうのと、ワイザーっていう双子がいるんだけど、はいはい、この間の初めて会ったよ、そう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 、あいつらのね、あのレコーディングなんかもいろいろ教えてくれたりとかして、あ、そう、だからやっぱアルバムすでにさ、この前に3枚出してる一種ベテランとして、やっぱそのちょっとレーベル牽引役っていうか、フラグシップっつうか、そうそうそう、お兄さん役としてね、素晴らしいです、頼もしいです、頼もしい人連れてきちゃったね。はい、いきなりもうね、しかもね、とりあえずね、あのアルバムができたんですよ、はい、はい、はい、それがね、とにかくね、俺自分でね言うのもなんなんだけど、マジイーゴ選んでよかったみたいなって、もうあの一発目これでよかったって、もうあのものすごくやっぱりクオリティの高いね、アルバムになってて、すごくあのおすすめです、ぜひ聴いてくださいって感じ、はい、もうすぐついに9月3日にリリースになっておりますので、はい、今週出ました、ちょっと短い時間ではございますが、はい、じゃあこのイーゴ君4枚目のアルバム、そしてグランドマスター1発目のアルバムアイランドよりちょっと1曲、はい、紹介してちょっとお別れになってしまいますが、わかりました、はい、イーゴフィーチャリングシュガーソウルで I have a dream、 Let's go、 ありがとう、イーゴ君、ジブさん、ありがとうございます、こちらです。